どうも、後藤と申します。うはい、本日9月7日、シュプリームのね、ウィーク3。いや、来ましたね。クログポジットの、コラボがね、まあ、出るっちゅうことで。毎週来たんですよ、今ね。今と。で、あと、あれに対するソックスも出てるでしょ。そうですね。うん。2830円とかあったかな。2900円だっけ。そうです、はい。ほんで、見た？あの、ペッパーミル。あれも2万くらいでしょ？あれも2万900円。あれとポジットが全く同じ値段っていう。なかなかいかついですよ。あ、もうでも、並んでます。もうね、8時販売数、いつもだったらね、始まってますけど。白雪姫ね、人気ありそうな感じだけど。ショット？82万5000円あれ。バイクとかね、いやあれマジで、の車買えるよね。いやあれ 3LDK の時の初期費用とかいやすごいですよ。めちゃめちゃ高いから、まあ、手書きなんだよね全部が。でもかっこよさげですけどね、なんか写真で見る感じだとね。でもだからあれはさ、その世界で11着あるうちの1着なわけです。今回11着だ。11着、店舗ないんじゃないかな。海外もオンラインしか売れなんか買えない。あれ売れてるんだよね。0.00 全部超スーパーボットで、世界最高速度のボットで絡んだ。初めて見たの 0.0 って言うの。はい、おめでとう。いやな、リアクションこれ。おめでとう。はい、ありがとうございます。32歳になりました。あ、32？渡辺は。そうなんですけど、渡辺の誕生日でね。今日はもう好きなもん食おう。飯。ああ、ありがとう。な、いやもう考えてる。え、いえ考えてる。好きじゃないものだったらどうすんだよお前。結構あるよ食べ。いや確かにあると、確かこれいけた気がするんだよ。あ、ちなみにピザが食べたいな。ピザか。いやピザでは全くないです。何系？まあ、食べ放題かな。食べ放題。食べ放題。ああいいんじゃん。ビュッフェ。なんかね、東京に進出してきたんですよね、なんかその食べ放題が、8月に。で、それが吉祥寺できたと。なんと、カニ食べ放題。え、カニダメじゃない？多分大丈夫やと思うけど、なんか一応アレルギーのあれは参加入ってるよな。そうでしょ。ああ。あれ、カニ食ってなかったっけ。あ、まあ、いっか、じゃあ。ありがとう。ホールでどうするんだ、それ。いや、ピザにしようか。ピザ。あ、ちょっと移動が面倒いってのがある。いや、渋谷でもね、うん、まあ、一応探しました。おお、ありがとう。結構探してくれてんな。探しました。うん、食べ放題。しんすけさんみたいな。あ、どうぞ。はい、渋谷はね、ちょっと待ってくださいね。え、これ今、サブちゃんのオープニング撮ってる。今、シュプリームちょっと待ってくから、まあ、始まってないと思うんだよね。渋谷、あ、始まってない。始まってないです。コスパが良すぎる1000円ランチ。もう。渋谷。え、ちみして。お、いいやん。え、これ食べ放題。これはあの1000円、まあ、1000円だから4つ食ってもいいだろ。いや、いいよいいよ。その誕生日相場4000円知らんから。鍵予算が4000円だったから。まあ言うたら、まあ、今度も、うん、渡辺も、まあ、まだ祝ってないわけよ、そんな大して。まあ、だから今日私が飯を、飯をおごりますんで。そんな経験ことある。その分ね、シュプリームの支援。なるほどな。コマとして。確かにな、デカさやしか。デカさやしか。で、今回私が狙うのはクロップポストっていうのは、あれがね、なんかね、昔バイク乗りとしてはね、やっぱああいうヘルメットかぶりたいなっていう憧れがあったんで、あれの緑のやつ。緑？いや、やっぱね、俺もどれかって言われたら緑だったな。イタリアっぽい感じの。イタリアで、あと、まあ、黒はまあなんかこうシュプリームでヒュッて入ってるだけなんですけど、ね、あのギミックだけがこう憎いというかね。え、どっちか、どっちか、どっちかですよ。の何センチ？一番マックス？30センチ。なんかね、いろいろ調べたらクロックポジット自体がなんか締め付けがすごいみたいな。結構入り口狭いね。なんか素足で履くもんじゃないから、だから一緒に靴下持っていくから、だから俺は、まあ、まあスタンスのソックスを楽しむかなっていう感じで。中立に守るよ。そうか、スクリームのあの一緒に出してるやつは歯が入る。いや俺あっちの靴下欲しいけど。いや俺も正直欲しい。そっちかい。32歳最初の仕事支援。支援ダサそれで、カニを食うというか、まあ、カニか肉か、カニか、まあ、ピザか、全部2文字だ。まあまあギリギリまで考えて、まあ、ちょっと考えましょう。はい、すいません。とりあえずじゃあちょっと並びくか。これ始まってないよね。始まってない。まだね、列ができてる。並んでますね。まだまだっぽいな。スニアカ男子。さあ、9時になって始まりました。暑いですね、まだ暑いですよ。めちゃめちゃ暑いですよ。でも、
暑いの今日までらしいから、ね、いや、電車何も喋らへんけど電車に合わせてるよ何も喋ってへんかったやん。10時間締め切るのかこれ、9時半かな、10時ぐらいじゃない、頑張れ3店舗で3店舗回れるんじゃないか、大会も取り寄ったんで、ちょっと渋谷に向かいます。こっから、まあ、歩くか。歩いてね、渡辺はもう自転車で。そうっすね、だから、別行動みたいになっちゃうね。そうっすね。あれ、原口、髪切りたてじゃん。あ、昨日来たよ。おー。刈り上げ方が分かる。さあ、現在8時半、渋谷が目の前やってきまして、多分まあここでやってるはず。くそちょっとやばい、臭いな。しびれるぐらい臭かった今。はい、よいしょ。さあ、原宿行きますか。原宿か。え？代々木を。結構距離なんですよね。結構距離。こっからなかなか歩くんだよな。さあ、9時45分。バイ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 。信号が。原宿エリアやってきまして。反対側か。います？ああ、いるいるいる、まだいるまだいる。あの時、まあ、GK さんじゃねえや。ボンズが見えたの。全然違うじゃん。だから実はもう終わっててのパターンもあるから。確かに。切って。切って、あそこでタブロッしてるだけっていうパターンもありますから。ちょっとこの辺が危ないですけど。今日、バリのパレスのビビアメンストコラボがね、大人気だっていう噂も。いや、そう。ありますんで。え、いるかな？あー、もういるね。いるけど、あ、今、来たかな？特にしてる？暑い。さあ、行けるか。スニアカ男子。はい、ということで今、10時半前ぐらいですもう。ようやくね、安息の地を見つけましたけども。もう遅すぎるって。もう今から散ってくんだよ。もう出てます。ほんで、今頼んだしな。はい、今頼んだ、料理頼んじゃったんですけど、番号出てます。はい、見ますか。あ、マジアチいる。おぉ、マジアチ。あ、ほんとだ。原口の飯じゃあ俺が食うか。ちょっと待ってて。いや、11時だからあと30分あるから。だから11時ぐらいに行っても多分大丈夫だと思う。232-67番。256-257番。じゃあもうやめよう。俺37番。え、渋谷？渋谷37番。え、俺より上やん。おい、じゃあ、俺が渋谷37番でした。すぐや。じゃあ一番早いじゃん。でもまだ原宿見てないから。料理来ますよ。え、あたりが何番ですか？452。ありそう。451いる。しかも、めっちゃいい番号。20番ぐらい。あいつ。そうそう、もあいつ、誰もがあいつだ。渡辺だけが渡ってる。453枚いるよ。453枚いる。原宿は俺でも200番ぐらいで、2人もっと下。300、400番ぐらい。今度の渋谷だね。今度の渋谷だな。ごめんけど。ごめんけど。俺が行くから。じゃあ実物がいい方ちょっと買ってきて。も完全に独断、まあ、イタリアンカラーか真っ黒か。靴下は俺の買っていいの？うん、靴下欲しいんだよ。全然痛い。線抜き欲しいでしょ。いや俺ビーニーかな。あの白黒のビーニー。わかる、ダイヤモンドビーニー。 あれちょっと俺も気になってたけど。何それ。今日なんか4種類くらいあるんだよね。へえ。それこそこんな感じの色味の。そうそう、俺いいやん。どこなの？それはあぶねぶのあぶねいや、寸前だったよ。グラスがこうなりましたね。危なかった、危なかった。リフレクトピンストライプトラックジャケットも気になってたけど。ああ昔ステューシーでこんなあったんだよ。狙ってる方いましたね。ここね。あ、そう、ピンストライプ。あとこれもレザーレザーカラーこのユーティリティジャケット、うん、めっちゃいい。これさ、ウーディーにもなる。そうそうそう、ジャケットにもなる。そう、かっこいい。なんかキルティングやでしょ。いいね、あったかそうだよ。もうすぐ気になるよ。早く食べないと。早く。いや、せかすね。早く食べないと。ゆっくり食うわ、俺も。安息の地位なの。え？来た瞬間、俺だけ羽ばたくんの。意味わからなかった。待ってるから。安息の地って言ってた。スニアカ男子。よし、白雪姫。あ、白雪姫まだありそうだよ。そや。一回やってみる、ちょっと。うん。変えたらどうすんの？いや、変えないと思うよ、これ。めっちゃ変えない。みんなお試しやってる人いるじゃん。XL ですね。XL なんだ。あ、売り切れでした。いや、これやっぱ 0.0 だ。すごいやっぱ。
お、でもこれ、あ、でも30センチがやっぱ最大なんだ。これ紫とかも終わってるわ。ん、この紫のジャケットとか、お、早っ。30センチがまだ、あ、でも黒の30センチもないな。さあ、ガンバ遅だろ。あ、30センチないな。30センチ危ないかもしれない。お店29点があるかな。普通に書く分には腹口黒だね。黒、黒にしようかじゃん。うん、黒の方がよくね。どういや、でもこのヘルメットっぽい感じの、まあかっこいいね。これもね、だって唯一無理じゃんこれ。そうそう、コンノの、まあ、センスよ、コンノ先生。いや、お前が迷ってるからやろ。もう、はい、現在11時過ぎまして、呼ばれたんで行ってきます。ジャケットはやっぱ余裕で無理でしたね。 XL があったかな。うん、なんかでも普通にカートに入れるっていう遊びは楽しめたんで、はい。ちょっとまあソックス狙うかどうか今悩んでたんですけど、まあすぐ売り切りはしないんじゃないかなっていう予想もあるんで、ちょっと店舗で実物見てチェックするってのもありだし、どうしようかな。あ、もう並んでるわ。スニーカーだし。はい、でございました。はい、ごちそうさまでした。ちょっと暑すぎるんでね、ちゃちゃっといきますか。はい、早いですね。やってきました。よかった。これ何を、まず一つ目、はい、これ、はい、かぶります。はい、本に買ってきてもらいました。ああ、いいじゃん。結構人気あったな、これ、うん、あ、手に取ってる人、ね、オンラインで売り切れたもんね。入った瞬間持ってる人いなかったんだけど、多分携帯見て、みんな売れてるぞってのを察知して、そうそうそう、買い始めた気がする。そう、俺も結構残ってるかなと思ったんやけど、やっぱごめん、うん、買ってきてって言って。ねえ、ありがとう。あとこれ、どうした、ね、あ、これ、あ、いいですね。26から 27.5 と。サイズあんだよね、これ。サイズあんだ、うん。あ、ちょっと薄手な感じの。真っ黒にするか悩んだけど、真っ黒は、せっかくこういうやつなのになんか面白くなくて。確かにな。青かこっちかなって思って、こっちにしました。で、こんなの緑買ったから、もう俺もええかなと。はいはい、はい、まあ、渡辺も欲しいなら、まあ、どっちかっていうと緑で、うん、いや、これ確かにいいね。ちょっとスタンスとまた違った感じのね、伸縮性に富んだ靴下ってことだ。いいね、はい、はい、あとこれレジ前で栓抜き。あ、栓抜き、はい、あ、アルミかなこれ。材質的な、はい、シュプリームと書いてあるね、こういった感じの。はあ、すげえ。あ、結構いけそうだね。そんな確認方法あんねん。あ、最後これ、うん、あ、これ俺、そう、何を買ってきたか、そしてサイズね、見てないんですよこれ、うん、ベレスト、おい、29.5、 29.5あった、すごい、多分珍しいし、逆にあるんだ。30が俺の何人かまでなくなってたんだ。ベレスト、あ、黒、黒くん、黒ですね、はいはい、黒でええやろ。まあ黒かな。いや、なんかね、まあ俺も緑にしてあげた方が逆に視聴者とかもいいだろうし、うん、まあ原口の意図もなんとなくわかるから、うん、いいかもと思ったんだけど、うん、ちょっとあのでっかいルアーみたいなさ、でっかい、なんかちょっとただ派手みたいな感じに映っちゃって、はいはいはい、なるほどね。俺の中ではタクシー絶対派手よ、絶対派手だと思う。なんかすぐガバリフリマに行く未来が見えた。意外とプリプリしてる。そう、ゴムっぽいですけど、いつものポジットに比べたら柔らかくて、手触りも若干違うっすね。なんか、まあ、ポジットっつったら、うん、めちゃめちゃ光沢ある方が俺はポジットらしい気がするんだけど、結構光沢ありますよね、うん、まあ、だからそういった意味でも、まあ、機嫌はなってたんだけど、なんかやっぱインラインの方のマットの真っ黒の方が俺は好きかなと思って今回やめたのかな。ここにシュプリームとありますけども、うん、これ印刷っぽいんで、プリント、ちょっとこけたりとかしたら削れそうな雰囲気ありますね、なんとなく。あ、そう、エンボス加工じゃないんで。サンダル仕様ですね、アウトソールもね。もちろん早く出してほしかったな、それだったね。夏っぽい感じだね。確かにな、メッシュ加工もあるんで、まあやっぱ夏でも涼しく、いいね。まあでもマジで真っ黒にしていいと思う。真っ黒だね、うん、ちょっと履いてみようか、ね、ちょっとね、マジでっかいな。ちょっと待って、びっくり、
30センチかもしんない。こいつほんま横とかパンパンやわ歩いたらクッション性はちゃんとって、めっちゃいいです。で脱げる感じも今そんなない。でも走ったら脱げそう。この履き口が異様にきついですね。これはきついかもしんない締め付け感、ギャザー感はめちゃくちゃありますね。あ、そう、うん。でもやっぱ黒だな。いや黒よ絶対、靴下が派手な分黒の。あ、そうかそうか、確かに確かに。だからこういう遊び方とかね、あえてあえてこれ黒と緑とかだ。幅広高高は1センチ以上開けて間違いないと思います。大丈夫、履くちゃんと我慢でいい。だって履くちょっとコンビニ行くノリで履いてみて。まあそうね、うん、あれかも、まあ、やばかった。最悪が、ダメだったらもうガバ振りで正解が1万ぐらいで。おお、はい、あれですよね、29.5、はい、希少サイズ、あれです。はい、ということでね、本日は、渡辺誕生日ということで、いろいろね、渡辺が、頑張ってくれましたけども、私はね、次10月6日誕生日なんで、それまで皆さん、バイバイチューご用意でね、止めちゃー。よし、行こう、ちょっと熱い寿司行こう。寿司食べ放題、ちょっと連れてってもらいます。まず行こう。ありがとうね。よし、行こう。時間持たない。はい、どうですか、来ましたけども。食べ放題。まずは、誕生日と。あ、ありがとう。今度も食べると。あ、ありがとう。俺だいぶ前。まあ、でもそれの、もう忘れてた。花口がね。まあ今日ね、私が、受け負いますんで。ありがとうございます。ちゃんとお食べなさい。さっきのガストの1700円払ってくんなかったまた別腹だ。まあ、ただこれ5000円。すごいですよ、これ。イクラ、ウニ、サヨリ、フグ。うまそうだよ、ね、うまそう。じゃあ、食べましょう。食べましょう。渡辺では行ってみて。いやいや。さあ、渡辺、まず食べてみよう。でも味が濃くないのから順番に行く方が。そうそうそう、どれなんだろうね。サヨリ、お手前のサヨリじゃない、こう行った方がいいんじゃないか。これちょっとでも白身魚から行くの。確かに醤油なしで最初行こうかな。醤油なしで行く、うん、どう。これはこのまま味するでうまい。あ、うまいんだ。うん、いただきます。うん、うまい、うん、あ、うまい。あ、よかった。昆布締めかな、なんだろう。味ついてんだ、うん。こっちも行ってもいいかな。もう食べ放題ならではの味はどう？うん、おいしい。無限に食える。うん、酢もなんか赤酢かな、これ。うん、シャリもちょっと。はいはいはい、いただきます。お前貧乏ったらかも。よく食ってるぞ。うまい、うまいっしょ。クロックポチとってあるよね。寿司食ってそんなコメント言うやつおらへん。クロポジだったらこっちの方がクロックポチっぽい。どうにはうまうまいよな、これ食べ放題。うん、しかも無制限っていうね、レベル違って。で、まあ、いくらね。いや、僕はこれはね、通風とかちょっと下げてたのよ。ああ、そうか。全然の。最高やろ。うん、だって原口くら寿司行ってもなこれくらいかかるもんね。原口とくら寿司行くの嫌だ。どれが一番良かった？クロックポチとか。